滝沢秀明氏設立の新会社、戸辺が公式ラインアカウントを開設。未来のエンターテイメントの舞台への第一歩。日本のエンターテイメント界において、滝沢秀明氏が設立した新会社、戸辺が公式ラインアカウントを開設しました。この重要な発表により、滝沢氏の新しいプロジェクトがさらなるステージへ向けて動き出すことが明らかになりました。 本記事では、飛べの背景や目標、そして滝沢氏と合流した一流アーティストたちについて掘り下げ、新たなエンターテイメントの未来を担う可能性に迫ります。滝沢秀明氏の新たな挑戦。滝沢秀明氏は3月に行われた自身のツイッターの生配信で、飛べの設立を報告しました。 彼はエンターテイメントの人生を歩むという覚悟と多くのファンから寄せられる期待に応えるため、新会社の立ち上げを決意したのです。トベのビジョンとミッション。トベ、はどのようなビジョンを持ち、どんなミッションを掲げているのでしょうか滝沢氏は新人アーティストの発掘育成に力を注ぎ、独自のエンターテイメントを世界に届けることを目指しています。 彼の経験と情熱が結集し、未来のスターたちを排出する場所となることが期待されています。とべ、公式 LINE アカウントの意義。滝沢市の新会社、とべ、が公式 LINE アカウントを開設したことは、彼の新たなプロジェクトが進行中であることを示す重要な一歩です。 LINE は日本国内で非常に広く使われているコミュニケーションツールであり、公式アカウントを持つことで多くのファンと直接的なコミュニケーションを図ることが可能となります。新しい情報やイベントの告知、アーティストたちの近況などがリアルタイムにファンに届けられるでしょう。一流アーティストたちの交流。 戸部にはすでに三宅県、平野市用神宮寺ゆ太が合流しており、また、ジャニーズ JR 内グループインパクト大勢のメンバーで結成されたイムップも合流していることが明らかになりました。彼らは滝沢秀明氏の熱いエンターテイメントへの思いに共感し、新たな挑戦を共にすることで、より大きな成果を目指しています。アーティストたちの期待と展望、 平野紫耀らが、とべに参加した意義は何なのでしょうか彼らはなぜ滝沢氏の新会社に共感し、参加を決意したのでしょうかそれぞれのアーティストが語る、とべへの期待と展望を探ります。滝沢秀明氏のエンターテイメントへの情熱。滝沢氏がなぜエンターテイメント界に復帰しようとしたのか、彼の情熱と決意の源泉を探ります。 また、彼のこれまでの活動や功績にも触れ、なぜ彼が日本のエンターテイメント界において重要な存在なのかを紹介します。未来への展望。飛べが公式 LINE アカウントを開設したことで、今後の展望がより一層注目されることでしょう。滝沢氏と彼に共感し、挑戦を続ける一流アーティストたちがどのような未来を描いているのか。 そして、とべ、が日本のエンターテイメント界にもたらす可能性について考察します。まとめ、滝沢秀明氏が設立した新会社、とべ、の公式 LINE アカウント解説は、彼の新たなエンターテイメントへの挑戦の第一歩として大きな意義を持っています。 滝沢氏の情熱と経験、一流アーティストたちの才能と共感が結集し、新しいエンターテイメントの舞台が切り開かれる可能性が期待されます。今後の動向から目が離せないとべの未来に期待したいと思います。